ものトップアイドルが立った伝説のこのホールに。途中で失敗してドカーン、なんちゃって。分かってます、なるべくそうはならないように。でもさすがにここは怖いです。さっきから膝が笑ってて。ステージの広さ半端じゃなかったです。客席から見るとそうでもないんですけど、実際に立つと原っぱの真ん中にほっぽり出されたみたいで自然に震えが。もし僕が本当に男だったらもっと堂々としていられるのかもしれませんね。あ、そうなんでしょうか。だとしたらここは男女関係なく人の大きさを試す場所なのかも。負けるもんか。プロデューサー、行く前に拳ガーンって合わせて。その人と話してたらお茶しないかって誘われちゃったんです。女の子として誘ってくれたのかな、それともまさか男扱い。もし女の子として見てもらえたんなら僕のどこを気に入ってくれたんでしょう。目だと思いますか。つぶらな瞳にクラクラっと来ちゃったのかな。あ、まだ肝心なこと。返事はプロデューサーに聞いてからって言ったんですけど、もし期待して行って友達感覚だったらすごいショック受けそうですよね。僕行ってみた方がいいですか、それともここは断っておいた方が。ここは断ることにします。はい、もう決めました。プロデューサーの希望には逆らいたくないんです。
3層用の超ハードなダンスがあるんです。リハじゃやらなかったんで本番で初公開、名付けて誠スペシャル16。そうでしょ、この名前徹夜して考えたんです。すごいのは名前だけじゃないですよ。何度もものすごい高くて、練習でもノーミスでできるのは3度に1度ぐらいで、やるぞ。嫌ですよ、大舞台で成功させるからすごいんじゃないですか。お願いです、ここは僕を信じてやらせてください。バシッと決めてみせます。なんかずるいな。でも分かりました、それで許してもらえるなら。よし、見ててくれましたか、成功です。けど最後はバテバテで危なかった。このダンスはもうこれで封印しますね。芝生はやっぱりずるいから。前座が入るんですよね。そっか、ついに前座を呼べるくらいになったか。なんかこう、はい、もう追われる立場なんだなって。追い抜かれないよう頑張らないと。で、その前座グループは今どこに？いいな。あ、せっかくだから応援に行ってこようかな。固いこといいこなしですよ、きっとすごい緊張してるだろうから。自分でもそう思います、けどなんか他人とは思えないんですよね。さてと、あ、ついでに何か持って行ってあげようかな。でも何を。プロデューサー、もし差し入れするならどんなもの持っていくのがいいでしょう。そんなありふれたものでいいんですか。わかりました、じゃあペットボトルを何本か。かもしれませんね、あんなものでもあの子たちすっごい喜んでくれたから。さあ、今度はこっちの番かな。受け取ったバトン落とさないようにと、いくぞ。間に合いませんよ。すみません、僕が少年館だって言い張ったから。でも青年館だったなんて、似てなくもないですよね、少年と青年。やっぱりメモを信じるべきでしたね。僕、地図見た時疲れでぼーっとしてたから。あ、そっか、そういう人もたくさん。最悪、僕土下座するしか。
でした。ついてからのことは後で考えれば。あれ、青年館ってこの道どっちでしたっけ。僕の記憶だと確か右。え、右ですよ。間違いないです。僕ちゃんと地図で見たし、右行きましょう。じゃあ左へ。ふぅ、セーフ。間に合いましたね。やっぱり左だったんだ。相当疲れ溜まってるみたいですね。まあいっか、プロデューサーがついてるし。でも大したことはないです。あれ、ちょっと痛いや。気張ってたから分からなかったんだ。リハ終わったら冷やしておきますね。あ、セット治ったみたいですね。リハ再開かな。今度こそさっきの動きちゃんと。せっかくのテレビ番組なんだ、縮こまってなんていられないですよね。よし。わかってます。痛めたところをカバーしながら踊るくらい今の僕なら。あ、はい、ちょっと感動。行ってきます。僕の汗がにじんだ青春の1ページ、そんなところですか。見てて気持ちいい映像にしたいですよね、この空みたいに。プロデューサー、このクリップって完成したら製品版もらえるんですか。やった、もらったら嬉しくてつい何度も見ちゃいそうですね。あ、でも再生のしすぎは良くないか。あんまり見るとすり減っちゃうし。そうなんですか、僕知らなかったです。じゃあ心配することは何もないですね。今日撮った映像、これから何十年か後に見るとどう思うんだろう。若いとか、なんか下手くそとか。うわ、すっごい恥ずかしそう。その時は僕、誰と DVD 見てるのかな、ちょっと考えちゃいますね。何十年か後もまだナムコプロでアイドルしてるんですか。それ最高。確かにナムコプロ同窓会みたいなのをやればこの話で盛り上がれそうですね。だったら適当な映像は残せないですね。将来笑われないよう頑張ろう。
最近顔出してないから挨拶しておこうと思って。僕ずっとここに通ってたんです。小さい頃に父さんに連れてこられてからずるずるとうまく辞める機会つかめなくて、半端も嫌だったし、そこそこは頑張りました。僕どのぐらいの強さに見えます？あ、さすがドンピシャリです。黒帯まではなんとかと思って一で取りました。でもそれ以上は目指せなかったです。痛い思いをするなら好きなことでしたかったし。多分少しは。プロデューサーは格闘のセンスとかある方ですか？へへ、いいですよ。じゃあ軽く組手やってみましょう。もし一発で僕のこと参ったさせられたら、外でジュースでもおごります。お、やる気ですね。そうこなくっちゃ。大丈夫ですよ。プロデューサーの攻撃なら 100% 避けるか受け流せますから。さあ、いいですよ。どこでも好きなところついてきてください。せやっ。プロデューサー、なかなか筋がいいですよ。鋭い打ち込みでした。とっさに体が反応して反撃をしちゃうぐらいでしたし。いえ、今のは一本に値する打撃でした。というわけでジュースおごっちゃいます。仕事帰りにばったり会うなんて。ああ、プロデューサー、いつからいたんです。びっくりさせないでくださいよ。僕一人っ子ですよ。でもそういう関係っていうのが一番近いかも。ケイスケは僕の幼馴染なんです。中学ぐらいまではと通貨の中だったんですけど、今じゃすっかり溝ができちゃいました。会ったのも久しぶりで。いえ、原因はもっと前に、中1の時にちょっとした事件があって。僕とケイスケ本当に仲良くて、昼ご飯とかもずっと一緒に食べてたんです。それをクラスのみんなに冷やかされて、それから照れくさくなっちゃって。思えばあの時が初めて自分を女の子なんだって強く意識した時かも。そうですね。あれきり電話もしなくなったし、終わっちゃったんだと思います。意識しない方が幸せだったのかな、僕たち。もしかしたらあの日、大事なものを落としちゃったのかもしれませんね。本当だ、なくしたものだけじゃないや。代わりに掴んだもの離さないようにしないと。今の僕の一番の宝物。
って一年中ウィンタースポーツが楽しめるって触れ込みらしいですよ。すごいな、よく手入れがされたゲレンデだ。向こうにはスケートリンクもありますね。オフ時間だけじゃ遊びきれないかも。楽しみですね。はい、よし、今日は滑りまくるぞ。そうだ、プロデューサーはスキーやスケートに自信ありますか？上手でなくたっていいんです。僕も得意ってことじゃないし、久々ですから。よければ一緒に滑りましょう。どうですプロデューサー？あ、はい、構いませんよ。滑り方のコツか。何からやったらいいかな。それじゃあお互い、うまい転び方から復習しておきますね。転ぶといっても、適当に倒れちゃったら危険ですからね。痛くなくて、受け身も取れる転び方といったら。そうですね、重心を下げてお尻から転べば危なくないですね。思い切り滑るにはまずは上手な尻持ちからってことで。あ、でも転ぶ練習一人だとうまくできないかもしれないな。頼みます、僕もプロデューサーの受け身の練習手伝いますよ。じゃあこびてるだけで中身が。はい、スタッフと意見がバラバラだったから、とりあえずそれぞれ持ち帰ることに。プロデューサー、アイドルの歌って聞いた時の心地よさが全てじゃないですよね。それは僕も分かってるんです。ただそれ以上に大事なことがあるなって。例えば同じ可愛さにもいい可愛さと悪い可愛さがあって、悪い可愛さは歌自体のボリュームがなくて上滑りするんです。なんていうのかな、こういい歌にはあるじゃないですか、ガツンと響いてくる感じが。届けていかないとって思うんですよね、僕も。あ、けど本格派ならいいってわけでもないか。軽い感じの方が好きな人も。わかんなくなってきた。僕、何を基準に歌い方決めていけば。でも、考えが間違っててファンにブーイングされたらどうするんです？失敗するならやり尽くして倒れなきゃ。よし、やるぞ。
仕事もらえるなんてすごいって思いますし、それに最近人からどう見られるかって前ほど気にならなくなったんですよね。本当の僕のことはプロデューサーが分かっててくれればいいやって。焼きそばか、アイドルになる前に縁日とか行って食べたの懐かしいな。プロデューサー、そのうち暇ができたらお祭りとか行きませんか？わかりました。色っぽいですよ、僕の浴衣姿。石鹸の香りプンプンさせていきますから、興奮しないでくださいね。さあ、そろそろ時間かな。予定も詰まってるし、パパッと焼きそば吸ってきますね。どうです、一発 OK、 完璧でしたよね。じゃあ次の仕事へ。しないって言ってましたし、でも貴公子か、本当はそんなに立派なものじゃないんですよね僕。どうなんだろう、だって僕ただやりたいことをやってるだけですよ。このまんまでいいのかな、えらいことしてるわけでもないのにみんなに持ち上げられて。悪いことだって思ってるわけじゃありません。ただ時々疑問に思うんです、僕応援してくれる人にそれだけのもの返してるのかなって。最近プレゼントくれる人も多いけど、お返しもしないで喜んでもらってるだけだし、たまに誰かの役に立ってるっていう手応え欲しくなりますよね、こう目に見える形で。プロデューサーのオープンですか？あ、やります、僕やるやる。いいんです、こういう小さな親切すごくやりたくて。さ、普段のオンまとめて返すぞ。挑戦することになったじゃないですか。そうです、でも役作りが難しくてちょっと頭を抱えちゃってる感じなんです。そうなんですよ、僕結構感情がすぐ顔に出る方だから。
世間的なイメージに合わせてこの役をくれたんですよね、きっと。でも、はあ、無人？どういうことですか？役作りのために無人島で暮らせとか？びっくりしちゃいました。確かにそうかもしれませんけど、でもやっぱり僕自信ないです。怒るシーンでは怒った顔をするだろうし、嬉しいシーンだと思いっきり嬉しそうにしちゃうんだろうな。前向き、それも役柄とは反対なんだろうな。プロデューサー、僕うまくやれるんでしょうか？やっぱり主役は無理じゃないですか？なるほど、それはどこに売ってるんですか？それじゃあどうやって被ればいいんですか？それを教えてくれないと困っちゃいますよ。はあ、プロデューサー、どうすれば表情が出ないようにできるんですか？ダンスみたいに練習しさえすれば上手くなるものならいくらでも練習するのにな。そうですよ、にらめっこは笑いそうになってもこらえる遊びだから練習になりそうです。プロデューサーの面白顔に無表情で耐えられたらこの役できるかもしれない。手加減なし、本気の面白顔でお願いします。それじゃ行きますよ、にらめっこしましょう。本当ですか？やりえ、嬉しいな。この調子ならドラマもいけるかもですね。何がですか？だってプロデューサーの前で変な顔なんてできないですよ。恥ずかしくて。僕の恥ずかしいはただの恥ずかしいとは違うんです。プロデューサーの前でだけはいいじゃないですか。もう僕ドラマ頑張りますから、この話は終わりですね。
それってめちゃめちゃ嬉しいです。でも、もっといい結果が欲しいです。僕って欲張りですか？誰にも負けないものですか？めちゃめちゃ慌てちゃって、やっぱプロデューサーは頼りになるな。